単に補聴器と呼ばれても結構。でもそれはこれを電話と呼ぶのと同じこと。確かにこれは補聴器。最高のサウンド、最高のパフォーマンス、まさに人生を変えるような充電式補聴器。でもそれは始まりに過ぎない。脳の健康をモニタリング？イエス。転倒を自動で通知？イエス。27言語の音声翻訳？イエス。世界とつながり活動的に人生を謳歌するのを助けてくれる？イエスイエスイエス。補聴器をもう一度発明する時が来た。古い規制概念を取り払い、もっと欲しくなる、いや必要になる。もっとより良い聞こえを。世界初、ただ一つの人工知能を持ったヘルサブル補聴器を。他のどこにもない、よく聞こえるだけでなく、本当により良い人生のためのデバイス。これはスターキーの使命、ビジョン、イノベーション、大胆な挑戦。補聴器を多目的デバイスに変えたのはやはりスターキー。聞いて、つながり、心を伝え合う、素晴らしい人生を。リビオとスライブで。